秒前、10セカンド。
そうですね、後ろのワンカップが追いついてきてるんじゃないですかね。追いつきそうな感じになってきましたね。若本正樹3番手のタイム、ちょっと50秒。さあ、そしてワンカップ3分25秒76で入ってきました。一番の健康診です、3分25秒。早いですね。早いですね。本当に追いつきそうですよね。従いまして、ワンツースリーはワンカンポ、堀内俊介、ソルゲン組と今ワンツースリーになります。10秒って、いや、本当にあのワンカンポがダントツのタイムで、来てますよね。で、ね、本当にあのトラックさんがおっしゃったようにね、ベースナンバーつけてこんな早く出ていいのって。びっくりしちゃったんですけどね。後ろの方にあのちょっと待って、あのまずね、Sナンバーっていうのが、あのスタッフリストでいうと下の一桁が1番がついている選手というのが、そのチームの中でこのツアーもジャパンではエースだよという扱いになっているという、一般的にはそうなりますよね。一般的にね、ほぼあの8割型、9割型、まあ、メジャーのレースだと 100% 近くですね、あの下一桁が1っていうのはエースナンバーっていう理解でいいんですね。今ですね、鈴木選手入ってきたんですが、3番手更新ですね。バルブ見た中での鈴木選手が3分37秒のフリーで第3位となります。おー、すごいですね。あの、もともと補欠だったのが、はい、あの繰り上がってるよということになったんですが、久保選手の代わりにっていうような、ね、感じで、あのそういうのもありますけど、すごい早いですね。はい、さあ、ブリッツェの選手、佐藤選手ですね。今入ってきました。さあ、斉藤選手、残念ながらトップ3は入れませんでしたが、3分40秒65というタイムですね。そしてルトゥーのチャンスアドリアン・ウィキ選手が3分46秒38と、はい、そしてマトリックスの若本選手3分50秒96ということになっているようです。トップ3は変わりません。あの今のところでもね、やはり36秒ぐらいの差がね、あの先頭とついてますよね。まあ、こんな風にね、初日から差がついちゃうのがこのタイムトレイル、ね、そうなんですね。さあ、今帰ってきました。ワンツースリーに変化はありません。チームオフェ、こちらは3分41秒17で入ってきました。41番です。マックスサクセスポーツ、中国のチームですね、はい。まあ、これがね、3分10秒上回ってくると平均時速50キロになってることなんですね。あのクロスワーのレースなんかはそういう、ね、状態があったりするんですが、さあどうでしょう。さあ、増田選手も惜しくも3番抜けまでには入りませんでしたが、増田なりき、日本ですね、3分39秒98です。増田選手もね、ノブレイ強い選手ですからね。さあ、続いて帰ってきました。おっと、1番抜け更新だ。さあ、クロスワーでは奈良本に3分25秒69、こんな1秒差で一番抜け更新です。いや、すごいですね。奈良選手、ワンカンポ選手、こんな1秒、はい、上回って帰ってきました。こんな1秒もね、上回ると順位が変わりますからね。本当にあのわずかな差でね、あの1位2位っていうのはね、変わってしますからね。奈良選手もかなり最近調子を上げているという話でしたからね。平塚芳美が帰ってきましたら3番時計更新になります。106番、3分30秒65、現在3番手のタイムです。したがいまして、ワンツースリーは33番奈良、61番ワンカンポ、106番平塚、この3名と現在なっています。まあ、平塚選手はね、やはり下野選手で次に次々入ってきますからね。入ってきました。さあ、そしてまた3番手更新です。ブリヂストンアンカー伊丹健二、3分28秒83で96番の伊丹選手が今3番手、はい、伊丹選手も上り調子ですね。そうですね、あの昨年のね、沖縄の、ステージ第2ステージで、1位になって、で総合で1位ですよね。もともとはね、あのジャパンカップのオープンで1位になったっていうのは2年前でしたが、まあ、次、生ですね。クリスチャン・ハース、また